モーリス・ラベル、ジョゼフ・イコール、モーリス・ラベル、ヨゼフ・モーリス・ラベル、1875年3月7日から1937年12月28日は、スペイン教師曲やバレエ音楽、ダフニスとクロエ、ボレロの作曲、展覧会の絵のオーケストレーションで知られる、フランスの作曲家、バスク系フランス人。1875年に、フランス南西部、 スペインにほど近いバスク地方のシブールで生まれる。聖火は、オランダの建築家により17世紀に建てられたもので、アムステルダムの運河に面している、建物のように明らに、オランダ様式を呈して、サンイコールジャンイコールドイコールリズの港に面して、建っている。母マリーは、バスク人だった。一方、父ジョゼフは、スイス出身の発明家兼実業家だった。家族がパリへ移住した後、 弟エドゥアールが生まれた。音楽好きの父の影響で、六歳でピアノを始め、十二歳で作曲の基礎を学んだ。両親はラベルが音楽の道へ進むことを激励し、パリ音楽院へ送り出した。音楽院に在籍した十四年の間、ガブリエル・フォーレやエミール・ペサールらの下で学んだラベルは、多くの若く革新的な芸術家と行動を共にし、影響と訓導を受ける。 1898年3月5日の国民音楽協会第266回演奏会において作曲家として公式デビューを果たしたラベルは1900年から5回にわたって有名なローマ大賞を勝ち取ろうと試みる2回目の挑戦となった1901年にはカンタータミルラで3位に入賞したものの大賞は獲得できなかった1902年 1903年は本戦において入場を逃し、1904年はエントリーを見送った。翌1905年は年齢制限により、ラベルにとって最後の挑戦となったが、対象どころか予選段階で落選してしまった。すでに、亡き王女のためのパバーヌ、水の戯れなどの作品を発表していたラベルが予選落ちしたことは、音楽批評家の間に大きな波紋を呼び、 フォーレをはじめ、ロマンドランラも抗議を表明した。さらに、この時の本線通過者6名すべてが、パリ音楽院作曲家教授であり、審査員、シャルルルヌブルの文下生だったことは、コンクールの公正さの点からも問題しさた。この、ラベル事件により、パリ音楽院院長のテオドール・デュボアは、辞職に追い込まれ、公認院長となったフォーレが、 パリ音楽院のカリキュラム改革に乗り出す結果となった。1907年、歌曲集、博物詩の初演後、エドアール・ラロの息子、ピエール・ラロはこの作品を、ドビュッシーの盗作として非難し、論争が起こった。しかし、スペイン教師局が高い評価で受け入れられると、批判は収まった。そして、ラベルは、バレーリュス、ロシアバレー団の主催者、 セルゲイ・ディアギレフからの移植により、フニスとクロエを作曲した。ラフニスとクロエ作曲中の1909年には、ラベルは国民音楽協会と決別し、シャルルケ・ケックランラと現代的な音楽を、新しい音楽の創造を目指す、団体、独立音楽協会を旗揚げした。第一次世界大戦中、ラベルはパイロットとして志願したが、年齢とその巨弱体質から、 その希望は叶わず、1915年3月にトラック輸送兵として兵籍登録された。ラベルの任務は砲弾の下をかいくぐって資材を輸送するような危険なものだった。対戦中の1917年1月15日、最愛の母親が76歳でこの世を去る。生涯最大の悲しみに直面した。 ラベルの創作意欲は極度に衰え、1914年に、ある、程度作曲されていた、組曲、クープランの墓を、完成1917年11月させた以外は、3年間に、わたって、実質的な新曲を生み出せず、1920年の、ラ・バルス以降も創作ペースは、年1曲程度と極端に落ちてしまった。母の死から三年経とうとした九百十九年末に、 ラベルがイダ・ゴデブスカに宛てた手紙には日ごとに絶望が深くなっていくと痛切な心情が綴られている。1920年1月、ラベルはレジオンドヌール勲章叙勲者にノミネートされたが、これを拒否したために物議を醸し、結果的に4月に公教育大臣と大統領によってラベルへの叙勲は撤回された。1920年代のフランスでは、 エリック・サティを名手とするフランス6人組の登場や副長、無長、アメリカのジャズなど新しい音楽のイデオムの広まりによってラベルの音楽は時代の最先端ではなくなった。盛んに演奏旅行を行う一方ラベルの創作活動は低調になり1923年にはバイオリン・ソナタのスケッチしか残せていない。1928年ラベルは初めて アメリカに渡り4ヶ月に及ぶ演奏旅行を行った。ニューヨークでは満員の聴衆のスタンディングオベーションを受ける一方、ラベルは黒人霊下やジャズ、マテンローの立ち並ぶ街並みに大きな感銘を受けた。この演奏旅行の成功により、ラベルは世界的に有名になった。同年、オックスフォード大学の名誉博士号を授与される。 アメリカからの帰国後、ラベルが生涯に残せた楽曲は、ボレロ、1928年、左手のためのピアノ競争曲、1930年、ピアノ競争曲と、蝶々、1931年、ドゥルシネア姫に心を寄せるドンキホーテ、1933年の、わずか4曲である。ラベルは1927年頃から、軽度の記憶障害や、 言語症に悩まされていたが、1932年、パリでタクシーに乗っている時、交通事故に遭い、これを機に症状が徐々に進行していった。タクシー事故に遭った同年に、最後の楽曲、ドルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテの作曲に取りかかるが、楽譜や署名で頻繁にスペルミスをするようになり、歓声が長引いている。字を書く時に文字が震え、筆記体は、 活字体になり、わずか五十五程度の手紙を一通仕上げるのに辞書を使って一週間も費やした。動作が次第に緩慢になり、手足をうまく動かせなくなり、それまで得意だった水泳ができなくなった。言葉もスムーズに出なくなったことから、たびたび感触を起こした。また渡されたナイフの葉を握ろうとして、周囲を慌てさせたが、自身の曲の練習に立ち会った際には演奏者のミスを、 明確に指摘している、どんな病気にかかっていたか、またその原因が、交通事故によるものなのかどうかは、諸説ある。1933年11月、パリで最後のコンサートを行い、代表作、ボレロなどを指揮するが、この頃には手本がないと自分のサインも満足にできない状態にまで病状が悪化していた。コンサート終了後、ファンからサインを求められたラベルは、 サインができないので、後日弟にサインさせて送ると告げたという。1934年には、周囲の勧めで、スイスのモンペルランで保養に入ったが、一向に健康が回復せず、病状は悪化の一途をたどった。1936年になると、周囲との接触を避けるようになり、小さな家の庭でついたち注意室に座って、ぼんやりしていることが多くなった。 たまにコンサートなどで外出しても、無感動な反応に終始するか、突発的に感触を爆発させたりで、周囲を困惑させた。病床にあって彼は、オペラ、ジャンヌ・ダルクなどいくつかの曲の着想を終え、それを書き留めようとしたが、ついに一文字も書き進めることができなくなったと、伝えられる。ある時は友人に泣きながら、私の頭の中には、たくさんの音楽が、豊かに流れている。 それをもっとみんなに聞かせたいのに、もう一文字も曲が書けなくなってしまったとつぶやき、また別の友人には、ジャンヌ・ダルクの構想を語った後、だがこのオペラを完成させることはできないだろう。僕の頭の中ではもう完成しているし音も聞こえているが、今の僕はそれを書くことができないからねとも述べたという。同時期、ラベルは、失語症などの権威だった、神経学者の診察を受けるが、 博士は、失語症や理解障害、関連運動執行など脳神経学的な症状であると判断した。しかし脳内出血などを疑っていたラベルの弟のエドアールや友人たちは、その診断に納得せず、1937年12月17日に、血腫や脳腫瘍などの治療の専門家として名高かった脳外科医の執刀のもとで手を受けた。 しかし腫瘍も出血も発見されず、脳の一部に若干の萎縮が見られただけだった。もともと万が一の可能性にかけて、手術という決断をしたバンツさんは、ラベルが水筒症を発症していないことを確かめると、萎縮した脳を膨らまそうとして、生理食塩水を注入。手術後は一時的に容体が改善したが、間もなく渾水状態に陥り、 意識が戻らぬまま12月28日に息を引き取った。62歳だった。階層には、ダリウス・ミオウ、フランシス・プーランク、イーゴリ・ストラビンスキーらが立ち会い、遺体は、ルバロアイコール・ペレ、パリ西北港に埋葬された。晩年を過ごしたイブリーヌ兼モンホールイコール・ラモーリーにあるラベルの最後の家は、現在ラベル博物館、ムーゼイ・モリス・ラベルとなっている。 浮世絵を含む絵画や、玩具のコレクション、作曲に用いられたピアノなどが展示されている。ラベルは、一生独身を貫き、弟のエドワールも、晩婚で子供を儲けなかったためラベル家の血筋は、エドワールの死、1960年をもって途絶えた。オーケストレーションの天才、還元学の魔術師と言われる卓越した、還元楽法とスイスの時計職人、 ストラビンスキー団と評価される、精緻な処方が特徴。母方の血筋であるスペインへの関心は、様々な楽曲に見出され、バイオリン・ソナタ、左手のためのピアノ競争曲、ピアノ競争曲と蝶々などには、ジャズの語法の影響も見られる。ラベルは、ドビュッシーと共に、印象派、印象主義の作曲家に分類されることが多い。しかし、ラベルの作品は、 より強く古典的な曲形式に立脚しており、ドビュッシーとは一線を隠すと同時に、ラベル本人も印象破壊なかという問題は気にしなかった。ただし自身への影響を否定はしながらも、ドビュッシーを尊敬、評価し、1902年には対面も果たしている。また、ドビュッシーも、ラベルの弦学史重奏曲へ町調を高く評価するコメントを発表している。 ラベル自身はモーツァルト及びフランスワクープランからはるかに強く影響を受けていると主張した。また彼はエマニュエル・シャブリエ、エリック・サティの影響を自ら挙げており、エドバルド・グリーグの影響を受けてない音符を書いたことがありませんとも述べている。さらに先日のようにスペイン音楽、ジャズに加えアジアの音楽及びフォークソング、民謡を含む世界各地の音楽に強い影響を受けていた。 アジアの音楽については、パリ音楽院に入学した14歳の春に、パリ万国博覧会で出会った、カンボジアの寺院、タヒチ島の人々の踊りインドネシアのガランなどに大きな影響を受けている。ラベルはまた、リヒャルト・アーグナーの楽曲に代表されるような宗教的テーマを表現することを好まず、その代わりに、インスピレーション重視の古典的神話に題を取ることを好んだ。 ピアノ競争曲と蝶々について、ラベルは、モーツァルト及びサンイコール、サーンスの競争曲がそのモデルとして役立ったと語った。彼は1906年頃に、競争曲、ザ・スピーク・バット、バスク風のピアノ競争曲。直訳だと、7集まって1となるという、バスク人のスローガンを書くつもりだったが、それは完成されなかった。ノートからの残存や断片で、これが、 マスクの音楽から強いい影響をを、受けているる。ことを確認できるラベルはこの作品を放棄したが、代わりにピアノ競争曲など他の作品のいくつかの部分でそのテーマとリズムを使用している。ラベルはアンドレ・ジェダルジュは私の作曲技術の開発において非常に重要な人でしたとコメントしている。ジェダルジュは大砲法協定を残した最初期の作曲家でもある。 作曲家は創作に際して個人と国民意識、つまり民族性の両方を意識する必要があるというのがラベルの考え方だった。1928年、アメリカとカナダの25都市の大きなコンサートホールでピア公演を行うために渡米した際も、アメリカの作曲家たちにヨーロッパの模倣ではなく、 民族主義スタイルの音楽としてのジャズとブルースを意識した作品を作るべきだと述べており、一説によれば、オーケストレーションの教えをこうたジョージ・ガーシュウィンに対して、あなたはすでに一流のガーシュウィンなのだから、二流のラベルになる必要などないと言ったと言われいる。彼の曲を得意とするピアニストは、マルグリット・ロンや彼女の弟子のサンソン・フランソワなどがいるが、特に、 ラベル本人から楽曲について細かいアドバイスを受ける機会があったブラド・ペルミューテールはラベルの意図を忠実に再現したラベル弾きと言われる。カッコ内の西歴は作曲年楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。